日発三沢競技場からお伝えしてまいります。2023明治安田生命 J1 リーグ第25節横浜ダービー、横浜FC対横浜 F マリノスです。さて横浜FCはゴールキーパーが永井です。3バック、今日は人への強さが試されます。岩竹、ンドカボニフェイス、マテウス、モラエス、ボランチはユーリララと井上、右に山根、左に林、ツーシャドウに小川慶次郎とスピードスター山下亮也、そしてワントップ伊藤翔です。アウェイの横浜 F マリノスです。ゴールキーパーは飯倉、フォーバックで大怪我をしました畑中に代わって今日は上島が入ります。ボランチは渡辺と木田、真ん中に西村、そして3トップは今日は左からはエイベル、アウンデルソン、ロペス、宮市亮という組み合わせです。これは少しデザインするコーナーキックになりました。低めヒール戻す、そのまま速攻カウンターに行ければ山下、いや逆サイドもある、4人前に来ているフリーだ、1対1、長くなった、最初のトラップ長くなった分シュートまではいけなかった。伊藤翔、裏を取るか、ここからのスピードがあるエベル、長井はライン割らずにキャッチしています。いや、コーナーです。ここのやはり対角のボールっていうのは ね、まあ、5バックにしてたとしてもやはりあそこの対応難しいですからね、はい、まあ、そこからカットインして、はい、まあ、シュートまで非常にタイミングも良かったですよね。ニアサイド、シラスターヘディング飛び込んだ、先制は横浜 F マリノス、アンデルソン・ロペス、今シーズン17ゴール目、先制は F マリノスです。本当にこのすべての質の高さですよね。このボールの質も非常に速くていいボールでしたし、エドアルディ選手が、ね、こうニアで反らしたコースに対してアンデルソン・ロペスの入ってくるタイミングも完璧でしたね。飯倉はどこにつけるか、一旦センターバック、そして松原へ、前へ送ってという指示を出しながら西村絡んでいく、そしてここに宮市のスピード、かわしてからのシュート見事だ、キーパー永井がキャッチしています。いや、もうこのチームとしての狙いですよね。もうここ落としに対しても西村選手がもうまずもうイメージできてましたよね。トール、宮市、エウベル、ーキーパー正面、でもこのグッドのサイン、あのタイミング、欲しいタイミングにボールが来たというエウベル、触った飯倉、ここからダイレクトで打った、鮮やか、同点だ、とんでもないゴールが生まれました、林光太郎、ゴラッソという言葉しか浮かばないような素晴らしいゴール。まあ、このまずボールの、ね、質も良かったですけども、まあ、このボールに対して非常にこう状態の力もいい意味で抜けてましたし、少しこうインステップ、少しこうアウトにかけるような形でしっかりこう軌道を描いた非常に素晴らしいシュートですね。山下が仕掛けて最後はフィニッシュまで行けるか、パスを出す、山根のクロスを待つ中、伊藤翔、跳ね返す、
林は今度はどんなイメージか、ふわっとした柔らかいボール、胸トラップ伊藤翔、素晴らしいボールが生まれました。勝ち越し横浜FC、トラップからシュートまで頭の中のイメージが見事形になりました。歓声とため息と驚きが混じったような声が出ています。このヘディングの落としに対して止めて、もうボレーっていうところをもう迷いなくもうしっかりもうイメージできてましたよね。跳ね返したボールを山下が持っていく、山下が持っていく、スピードに乗っていく、まだブレーキをかけない、また抜き、シュートがクロスか、中に送る、入った、オウンゴール、横浜FC追加点。山下が股抜きのパス、伊藤翔の折り返し、オウンゴール、痛恨エドワルド。通したナムペヒ、奪った、奪ってからマルセル・ヒアン、マルセル・ヒアンが運ぶ、マルセル・ヒアンが運びながらパスを出した、1対1だ、いやー、ここで貴重な追加点、ディフェンスの吉野恭平の得点、鮮やかなカウンター返し。見事にカウンター決めましたね。マルセル・ヒアン選手が、ね、こう持ち出した時に少しこう時間を使いに行くのかなっていうね、こうちょっとフラッグに向かっていくようなドリブルっていう風に見えましたけども、そういう風に見えましたよね、はい、試合終了、再び首位撃破、8月に入って2度目の首位を破るという白星、横浜 FC 横浜ダービーを制す、日発日沢球技場で横浜 F マリノスを迎え入れたゲームで3勝1分け、負けなし継続。